コカ・コーラコカ・コーラのボトラー日本コカ・コーラのボトラーコカ、コーラボトラーズジャパンルートトラックコカ、コーラボトラーズジャパン株式会社は、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス参加の、関東地方、東海地方、南東北、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、新潟県の一都二府35県における、コカ・コーラ社製品の製造、販売を行っている、 日本最大のコカ・コーラボトラン。子会社として、コカ・コーラ社製品及び、他社製品を取り扱う、自動販売機オペレーション事業等を行う子会社、FV ジャパン株式会社を持つ。法人格としては、コカ・コーライーストジャパン発足時からの、コカ・コーラセントラルジャパン株式会社を引き継いでいる。本校では、前身のコカ・コーライーストジャパン株式会社についても、記述する。 日本の製量飲料メーカーは、少子高齢化などの影響で成長が見込めにくい上、同業他社との経営競争が激しいため、経営基盤を強化することを念頭に、関東、東海地方を営業基盤とする、コカ・コーラ・ボトラー4社、東京コカ・コーラ・ボトリング、三国コカ・コーラ・ボトリング、トネコカ・コーラ・ボトリングの経営を持ち株会社方式で統合することとなった。 2013年7月1日、コカ・コーラ・セントラル・ジャパンが他の3社を株式交換で完全公会社化するとともに、コカ・コーラ・セントラル・ジャパンの事業部門を新設会社のコカ・コーラ・セントラル・ジャパンに新設分割。持ち株会社となったコカ・コーラ・セントラル・ジャパンは社名をコカ・コーラ・イースト・ジャパンに変更した。これに伴い、コカ・コーラ・イースト・ジャパンは コカ・コーラ・セントラル・ジャパンの法人格を引き継ぎ東京、名古屋の両証券取引所の上場を維持したが、東証に上場していた三国コカ・コーラ・ボトリングは2013年6月26日をもって上場廃止となった。2015年4月1日、仙台コカ・コーラ・ボトリングを株式交換方式により事業統合し、南東北が担当区域に加わった。また、 コカ・コーラ社製品及び他社製品を取り扱う自動販売機オペレーション事業や飲食店運営事業を行っていた子会社8社を統合した100%子会社 FVEAST JAPAN が発足しコカ・コーライーストジャパン発足時に26法人に及んだグループ会社は4法人となった2016年4月26日コカ・コーラウエストとの経営統合へ向け協議を 始めると発表。統合により、1と2三35件に展開する、売上高1兆円。国内のコカ・コーラ製品の9割を担う、巨大ボトラーが誕生する。ザ・コカ・コーラ・カンパニーから、日本法人である、日本コカ・コーラ社長に就任したティム・ブレットは、東西のボトラーの統合に関して、最終的に判断するのはボトラーで、私は答える立場にありませんが、統合により、 市場でより効率的な運営ができるのであれば、我々はサポートしたいと思っています。と、週刊ダイヤモンドとの取材において述べている。2016年9月30日、持ち株会社コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンの下で経営と。2017年4月1日、当社は株式交換により、従来のコカ・コーラ・ウエストの完全子会社となると、ともに、 コカ・コーラ・ウエストがコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンへ称号を変更することにより経営統合を実施した。2018年1月1日付でコカ・コーラ・ウエスト並びに四国コカ・コーラ・ボトリング、コカ・コーラ・ビジネス・ソーシング、コカ・コーラ・ウエストの子会社であるコカ・コーラ・ウエスト販売機器サービス、コカ・コーラ・ウエストプロダクツの5社を吸収合併した上で称号をコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンへ変更した。 これにより、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンは、1と2三35件をカバーすることになった。2013年11月、コカ・コーラ・イースト・ジャパン発足後最初の決算発表において、2017年までの中長期戦略、成長に向けたワンロードマップを発表し、2017年までに営業利益率を2012年比毎年1ポイント改善することで、 ワールドクラスのコカ・コーラボトラーの営業利益率水準に近づけていくこと、サプライチェーン改革により200から250億円のシナジー効果を創出すること、新規製造設備等への投資を中心に400から450億円の新規の設備投資を実施していくこと、売上高を300億円程度増加させること等の目標を公表した。しかしながら、 2014年夏の天候不順や新規導入ライン立ち上げの遅延等の影響を受け、2014年度の当初計画を達成できなかったことから、成長に向けたワン、ロードマップで公表した目標の達成は1年延期となることを2014年度の決算説明会で明らかにしている。さらに、2015年度の決算説明会において、 2015年度の当初予定の業績未達の影響も踏まえ、2016年度の営業利益目標を140億円とし、毎年20億円ずつ増加させ、2018年度には営業利益180億円を目指すという目標に変更することを明らかにした。多摩、東海、座王、京都、小松、海老野の各工場では工場見学も行っている。 工場名の後ろの英数字は製造所固有記号。ありがとうございます。